惜しかったです。今ねボンボンがね鳴っちゃったんですね。あの駆け込んできてですね、このタブレットでも左右を逆さまはまだやってないでね、左右ひっくり裏表ひっくり返しどうすんだ、左右逆さまをやる前にスタートさせたんですけども、時すでに遅しでですね、ギリギリ間に合いませんでした。後ろの、ね、時計ねご覧いただいている通り、5時をちょっと回ったところでですね、いつものように、このボンボンの音を聞いていただいて火曜日午後5時の生放送オーバー始めようかと、ちょっとしたこう遅れちゃった、残念でした、惜しかった、あとね10秒早ければ、まあずっと続けてやりますので、今度ですね、でねこの、まあ、話し方ってこれ生放送もね、まあそういうの会話とスピーチ100の秘訣とかこういう本がね、結構好きで、あの家になんかありましてですね、その中こう時々こう読んでて、あってこれはなかなかいいこと書いてるな、こういう本書く人もね、まあいわゆる雑学っていうかね、学問書じゃないですけども人生訓っていうかね、まあノウハウ、ハウトゥーボーンっていうかね、まあハウトゥーボーンよりはちょっとこうちょこっとだけね人生論が入ってるみたいな、こういう感じの本って私嫌いではないっていうかね、これ自分で書こうと思ったら大変だと思いますよ。なぜならばこういろんなエピソードとかですね、非常にこう読んだ人が分かりやすいようにで役に立つようにで一つ一つの話をねまとめていろんな話をっていうのはなかなかね、あの簡単なことじゃないと思います。自分がこういうの出すんだったらどうやってこういうネタを集めてね整理して出すかなって考えるとね、なかなかこういう本書くってね、でこういう本書く人ってこう何冊も書くみたいでね、でこの今日は何の長崎和則さんと、これ古い本だよね、1980年代とかの本じゃないかい、ちょっと待ってよ、1994年第一版ね、PHP 文庫話し方や聞き方の良し悪しは何を基準にすればいいでしょうかね、こう会話とかスピーチの秘訣っていうけど、そもそも話し方や聞き方の良し悪しね、どういう話し方がいい話し方で、どういうのが悪い話し方ね、どういう聞き方が良いのでどういうのが良くないか、その基準を何にしたらいいのか、何ていうかね、着目点がいいですよね、基準はどうすればいいでしょうかっていう、こう問いの立て方ですよね。うん、良い問いを立てればね、もう良い答えがね得られたようなもんですよ。なんかそういうことわざがあった気がしますけども、あのね、聞き方話し方の良し悪しの基準はですね、全てをこう軽量化することはできますな、そうだこれが 3g 以上とかね、話の要素のこの部分、面白さは 5g 以上とかですね正確さは 7g 以上とかですね、軽量化できたらいいけどそういうわけにはいかないので、私は3つの基準にしたらいいという立場を取っています。だって、この長崎先生ね、長崎先生ね、でね、なかなか自信持って書いてます。これに合わないとどこかで破綻をきたすか成長の芽を摘んでしまう。おお、書くかなかなかね、I am confident ですよね、1ね、一般性があるか、2はですね伝統性があるかで、3番が合理性があるか。なるほどね。話したり聞いたりの良し悪し、一般性があるか、2伝統性があるか、3合理性があるかと、
で一般性っていうのはその地域とか文化圏で通用してるかどうか。なるほどね。うん、まあ日本で全然日本聞いてる人が知らない言葉で話してもそもそも通じないっていうことですね。日本という文化圏、しかも関東関西という地域的特色もあると。また都会と地方という差もあるし、まあ一部の人だけに通じる仲間言葉っていうのもあると。そういう言葉っていうのは仲間同士ではいいけど社会的な広がりのない話になってしまうね。そうすると一般性のある話ではないっていうことになってしまう。で自分の使ってる言葉、話し方、聞き方は果たして良い、広い社会的基盤を持ったものかを自分に問いかけようと。でさらにね、畳みかけるように一般性があるかないかっていうことはある意味で、ある意味でってつけてるところがね、意味深長ですよね。良識や教養があるかないかどうかということにつながっています。良識、教養のあるないまで問われちゃうことになりますよ。で書くほどに、話し方ってのは大事じゃないでしょうか。まあこの人は話し方の専門家なわけですよね。2番目がね、伝統性があるか。伝統性っていうのはどう表現するかね。その表現や言語がその社会で習慣的に容認され合意性があるか。難しい言い方してるよね。習慣的に容認され、合意性があるかどうか、ね、その社会に認められて定着してないと通じなかったり誤解されやすいということになっちゃいますよ。だからマジウケるとかね黒い服中年の大人の中でマジウケるって言ってもね習慣的に容認され合意性がないからいやいやダメなんでしょうね。伝統性のない喋り方っていうことになるんでしょうね。職場環境、地域社会の伝統性を無視するわけにはいきません。まあそりゃそうだ。それを無視したら対話は実りあるものにならない。対話っていうのはこの人大事にしてるんですね。で、一人だけ浮き上がってしまう。そりゃそうだ。ねえ、40代、50代のおじさん軍団の中でね、マジウケるとかって言ってたら浮いちゃいますよね。まあそういうことですね。極端に言えばね。これは正しい意味の個性という、正しい意味の個性的な話ということになります。だ個性的な話をすればいいんだけど、正しい意味で個性的な話をするようにね。でそれはその伝統性っていうことを無視しては正しい意味で個性的で、まあ、すなわち魅力的な話にならない、ね、個性というと自分勝手にやる野生の証明の野生ですよねと間違える人がいますね。それはお門違いだ。マジウケるってね。40代50代のおじさんの中でおじさんが言ったら、個性じゃなくて野生っていうことになってしまうと。個性とは社会的に洗練された、プラスの特徴なんだって。なかなかね、頑直のあることを書いてますね。だからこの人常にこういう問題ね、人間性の問題っていうことを考え続けて、なんか読書しててね、目に立つよう心に残るようなことがあったらすかさずメモしといてね、あるいは自分がパッとひらめいたことがあったらノートしてって、そうやってネタをね仕込んでるんだと思う。それがこんだけの分厚のね本になるってね。だからですよ、アダム書房のびっくり本にして何冊分だこれね、350ページって手話34-36びっくり本6冊分ですよ。でこれ中身あることをねたーっと書いてますからね、一つのテーマを立ててねこういう本でもね初めから終わりまで破綻なく書くってね大変な知的作業だと思います。でこれ続きですね、話し方聞き方の良し悪しの基準ね、1が一般性、2が伝統性、3がね合理性ね、
そのためには普段から物事を鋭く見つめる目を養っておこうと、こうきましたね。考えるということは、ある課題に対して感じる映像を広げ膨らますことから始まります。なんかすごい参考になりますね。ある課題に対して感じる映像ね。なるほど。広げて膨らませる、そこから始まるのだと。それを四方八方に広げていくね。なぜ、どうしてと自らに問いかけていく。もうなかなかね、得難い教訓かもしれないですね。話し方入門、会話とスピーチ100の秘訣、こういう本たくさんねあるでしょうけど、やっぱりこういう本読むね、値打ちがありますよね。私はそう思う。うん、考えるっていうことは、ある課題、まあ、こうね、生放送を続けてる意味は何かとかね、聞いてくださる皆さんに意義があるようにするにはね、役に立つものにするには、また自分の人生の中でこの生放送はね、役に立つものにするには、どうしたらいいだろうかというテーマで考えるとしたら、その課題に対して感じる映像を広げる。だからなんかこう、私のこの生放送を聞いてくださってる方々がいるって、どういうふうに聞いてるのかなっていう、そういうのを思い浮かれば見ればいいのかな。まあ、どういう状況で、こうパソコンの前でとかね。あるいはこう電車の中でとかですね、散歩しながらとかね、あるいは生で、あるいはアーカイブになったやつをとかね。まあ想像力っていうことなんですかね。映像を広げるイマジネーションで膨らむ、妄想ですよ、妄想。なんか妄想はやっぱり大事だっていうことですね、ある意味でね。いい妄想はね、その膨らま、映像を広げて、ある課題に対して感じる、感じるっていい言葉、いいセンスしてますね、この人ね。感じる映像を広げて膨らますことから始まって、それをこう四方八方に広げる。だからこの人自身だったら、そのいい話とは何かっていうテーマでね。で、まあ自分が、今日は娘さんも、お嬢さんも一緒に見てらっしゃるんですね。もういつもお父さんにはお世話になっております。本当に励まされてるんですよ。私この放送をね、関西からやってましてね。で、その瞬時に今ね、後ろに時計が見えますでしょ。で、5時15分、まあ2分前ぐらいじゃないですか。で、お手持ちの時計をね、ちょっと確認していただいてですね。で、自分の時計も、うちの時計もね、5時12分、13分、14分だと思ったらね、同じ時間なんですよ。ということはね、すなわちね、生放送を見てると、それだけで面白いというね、そういうものなんです。そういうね、話の内容はね、大したことない、たわいもないかもしれないけど、生放送ね。で、これコロナになっちゃって、なんかニューノーマルとかってみんな言ってるじゃないですか。で、こう日常だったことがね、だんだんこうやりにくくなってね、こう友達に会うとかね、どっか出かけるとかできなくなっちゃってね、いつもできたことができない。だからね、ニューノーマル、新しい日常を作っちゃおうね。午後5時になったら、Facebook で三浦さんという人がね、5時の生放送っていうのをね、やってたけど、楽しそうだと言ってます。楽しいです。本当に楽しいです。もうストレスなしでやってますから。もう、で、その、5時になったらやってるとかで言ってたな、本当に今日もやってるかなって、プッツッツッとね、スイッチを入れるっていうか、インターネットをつけたら、今日もやってるわ。でね、ふふっとかってね。ちょこっとね、ふふって、このふふですよ。このふふがね、ニューノーマルなんですよ。新しい日常なんですよ。ですから、このニューノーマルを自分にこう、作りね、また皆様にもこう、ご提供させていただいてると。
そういうね、生放送なんですよ、Y さんのね。お嬢様で見ていただいてね、もう光栄至極でございます。まあ、そりゃそうとして、さっきのこの話の続きでね、この話、あの、会話とスピーチ100の秘訣っていう本を書いた人の、このいい話し方、聞き方のなんかね、3つの基準って、一般性、伝統性、合理性、ね、合理性、そのテーマを、あ、ちょっと待ってよ。あってた、あってた。あのね、あ、ちょっと待って。あのね、1ページね、間違ってめくってましたわ。映像を膨らませるっていうのはね、話に深みがないって言われるけど、どうしたらいいだろうかっていうのに対するね、お答えの続きのページをめくってたんですね。合理性の話になんかつながらないなって、そうかもしんないよ。あれ、あ、ひょっとしてと思った案の定ね、ページをめくり間違ってたんですね。もうね。打ち合わせも段取りもしないでいきなり生で始まるっていうね、ブロードキャストマイセルフですよ。もって茂木健一郎さんもね、もうこういう放送ね、自分がイギリスの BBC でインタビュー受けた時にね、生放送だったけど、1分もね打ち合わせしないでね、いきなりね、あと新しいセーター着てるけどこのセーターが気に入ってんのとかって聞かれた、そういうのの方がね、あの、正しい。私もその茂木先生の説に従ってですね、この生放送をやってるわけですよ。だから自分の脳もですね、活性化してですね、聞いてる皆さんも脳がバン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 ね、活性化していただいたらですね、このニューノーマルにお付き合いいただいてですね、脳が活性化すればいいじゃないかと。まあ、合理に。で、その合理性の話ですよね。あの、合理性のある話、その文章として成り立たないような論理的に破綻をきたしてるような話じゃダメですよ。ね。で、往々にして自己流の話し方をする人が陥りがち。なんかね、ぐさっとね、ぐさっと来たような気がしましたけどね。まあ、一応ね、筋はね、この横に脱線したとしてもね、割とね、話の初めの話に戻すと、で戻してるんですよ。これはね、本当に戻してるかどうかね、お父さんに聞いてみてください。これまで聞いてどうだったか、脱線しっぱなしで終わったことがないか。一応ね、伏線は回収して、その人の趣味出来事にマッチングした内容の話って王さんがね、今コメント書いてくださいました。いいこと言うね。その聞いてるその人っていうことでしょうね。あるいは話す自分っていうことかもしれないね。の意味とか出来事にマッチングした内容。そりゃそうだ、私がいきなりね、三角関数について今からお話しますって言ったってね、意味にも出来事にも私の方にもあなたのにも、まあ、マッチングしてないだけど、まあ常にね、聞いてくださってる方にね、まあ、マッチングしてない可能性の高い生放送を強引にね、ちょっと待って、あと3分ぐらいでね、この合理性のところをね。で、あの、勢いよくまくし立てるから、なんとなく分かった気がするが、よく考えると何を考えてるのかさっぱり分からない話というのがある。もうね、ぐさっ、ぐさっと来るんですよね。昨日ね、リボンの騎士っていうね、お父さんも知ってる往年のアニメですよ、手塚治虫のね。それのオープニングテーマでね、このカランコロンカランコロンってね、カリオンがね、鳴る音とガスの画像ね、それとですね、カトリックの東京文京区の関口教会のね、動画のね、始まりのところがね、そっくりだ。だから関口教会が手塚治虫のね、リボンの騎士をパクったんじゃないか、パクったっていうことはね、昨日は言ってないんですよ。担当者がね、リボンの騎士のファンでね、オマージュでね、それを作ったんだよ。それで、その関口教会のその動画のね、そのオープニングの部分の画像とね、音ですよ。それとリボンの騎士のそのオープニングをですね、見せて、昨日の生放送ですよ。それでね、
本当に似てるかどうかということの検証をね、皆さんと一緒にしたと。そういうのなんてね、本当に何が話したいのかどうか、勢いよく幕下でございます。そういうのね、昔の言い方でね、煙に巻くとかって言うんですけどね、勢いじゃなくってね、言い方。まあ、和芸としてね、和術としてね、まあ、楽しめる人はね、楽しんでくださればいいじゃないですか。20分ぐらいの時間ですから、もう頭をね、空っぽにするっていうかね、そういう感じですね。だけどまあ意味のある話をさ、どう聞くか、どう話どう聞くか、この価値、意識から離れると話術に陥ってしまう。もういちいちね、ぐさぐさっとこういうことばっかりね、また合理性のない話を抱き方はあるレベル以上には伸びない。またぐさぐさぐさっと意識がないとね、あるレベル以上には伸びないんだって。意気込んで話すけど、内容の幼さや何を言ってるのかさっぱりわからないという話はムード派の話し手に多い傾向です。もう時々と、まあいいじゃない、もうね、ムーディー勝山っていうね芸人さんがね、一瞬出ましたよね、右から左へ、なんだっけ、すり抜けるじゃなくてスルースルーじゃなくて、なんかね、もうネタも忘れてしまってるぐらいね、ムード派の話だけではね、売れっ子芸人も売り残れない、勝ち残れないっていうことですね。また自己流の話し方で固まっていくタイプの話ってちょっとね、心しよう、もうちょっと内容もね考えた方がいい、いろいろ考えるところはあるんですけどね、毎日やってますからね。まあ、毎日やるっていうことがね、優先順位なんですね。もういいじゃない、自分が楽しんでるからね。で、成長の速度も早く、より高いレベルに達する確率も大きいね、理にかなった合理性のある話をするっていうことを考えると、その良い話し方をする訓練になりますよということですね。それと全くこう逆の話し方の中で、話の中でネタとして何がないやらさっぱりわからず楽しいまあ楽しいっていうのがね、結論だからね、いいじゃないですか。こういうのをね、家族とね晩ご飯食べてる時にねやってですね、うちの子娘たちとか連れ合いにね、スカンを食らったりするこの延長線でね、この話をしてるわけですよ。そういうことでね、でお聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様から豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送ね、これで終了させていただきます。今日は7時からある予定です。で、お聞きいただいて誠にありがとうございました。